ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとう、ありがとう、何度言えば伝わるのかな。幸せが生んだ言葉、最上級のありがとう。ここは全部言うような苦労だよね。はい、顔とこのプレッシャーで足が止まったんですね。何気なくこそ毎日に感謝の気持ちなんて持てなくて、例えばあともう一つ僕の試合とかも見てほしいなんですけど、はい、基本的にラウンド中にケアはしないんですよ。あ、そうです、ごめんなさいだったり、はい、これは相手が楽しいから打たれるの。そうですね、そのリスクを減らすために、はい、ラウンドの最中とかに手を合わせたくないですね、はい、こういう時から意識したいので、はい、ラウンドの最中は手を合わせないで確認、はいはい、お願いします。それでは3分3ラウンドいきましょう。はい、お願いします。お願いします。そうです、体の動きしながら狙えるように。いいですね、ボディ打てましたけど大丈夫です。フックまで使ってますよ。次の受け狙う。はい、距離を潰すのもボールです。ガード先じゃないですけど距離外す、はい、足止めてる時でも長いですし、もちろんステップ入れると摩擦がなくなるんで。おー、ナイス。おー、おナイス。距離が遠い相手だからこそ自分も遠く取る、これも一つです。ナイス、ナイス目線、ナイスジャンプ、ナイス。同じことになりましたね。距離だけ間違えないでください。僕の方が進んでいくからね。ナイス。もう一発は掴んでた方がいいです。一応出るのは大切ですよ。相手が攻撃考えられないです。そう、下がってばっかりで詰められますからね。はい、プレッシャーかけながら下がるって思う。いきなりは分かんないです。上見せてからしゃべって、しゃべって言うらしないでくださいね。集中してくださいね。ナイス狙い。コントロールする。ナイスボディ、ナイズク、ナイズク。次の動き意識した方がいい。狙いっすよ、狙いよかった。そうです、そうです。反応し続ければここでどっちにならないでくださいね。これが次ですよ、明日に強くなりますから。それを突然集中テクレッツ OK です。ありがとうございます。